その期待してるんですよ。そのだからその絶対にその従来とは違うその音楽のその楽しみ方やから、もう本当にその今までライブハウスとかに行かへんかったおっちゃんおばちゃんとかも普通に来れるような感じにしていきたいんですよね。なんかそのジャンルにしてもものすごい細かく分類されたじゃないですか。なのでそのなんやろう、それってだからその誰が決めた垣根なんとかって思う、その要するに邦楽と洋楽の垣根みたいなやっぱがっちりあるでしょ。ロックとかこうブルースとかああいうカルチャーがこうフォークとかがこうぐしゃーっと一緒になっていくのがこうすごい楽しいんですよね。これはフェスでもなく、ね、やっぱりなんかこう違う感じが今日あったですよね、うん、いわゆるフェスとは違います。これはすごい最も現代的なやり方を、うん、提示できたんちゃうかなと思って、今日は気分いいっすよ。今日は気分いいっす。やったった感が。